こんにちは、いわき歯科医院の院長岩城正明です。今回はおすすめの歯磨き粉3選をご紹介したいと思います。まず歯磨き粉っていうのはものすごいたくさんの種類がありますけども、どれを選んでいいかわからないから、歯医者さんで勧められたものを使ってるっていう方が多いと思うんですよね。あとはまあドラッグストアの方で目についた歯磨き粉を使うっていう方が多いと思います。歯磨き粉と言いますのは、通常は研磨剤が入ってるんですね。研磨剤の多さによって白くなるザクトライオンとか昔ありましたけども、研磨剤っていうのは磨き砂ですから、歯の表面を傷つける恐れがありますので、研磨剤の形とかをすごく今の歯磨き粉の会社は考えて作っております。ただ私の意見としては、あんまり研磨剤が多く含まれているのは汚れも落ちますけども、歯をまあクレンザーで削ってるのと同じで、歯がどんどん削られちゃいます。だけどもそういう成分が全然入ってないと、歯に着色、ステインですね、お茶碗につく茶渋のような茶色いものがついたりしました。ですから、どういう歯磨き粉を選ぶかっていうのは非常に重要ですけども、ここで私の意見なんですけども、皆さん薬用成分の入っている歯磨き粉を使うと一安心みたいな思い出があると思うんですけども、実際は私の中で歯ブラシと歯磨き粉を天秤にかけると、歯ブラシのブラッシング効果が9、歯磨き粉の薬用成分だったりさっぱり効果っていうのは1だと思ってるんですね。ですから、思い起こすとですね、私が歯科大学学生の頃ですね、お昼休み、ランチの後にですね、学生さんも歯ブラシを皆さんするんですね。ちゃんとこういう服に歯ブラシ差しがついてて、歯科大生らしい服装なんですけども、歯磨きをするときにほとんどの学生さんが歯磨き粉はつけてないです。なぜかというと、ブラッシング効果だけで唾液もたくさん出ない、うがいも1、2回で済むので、昼休みなんかは歯磨き粉なしで磨く方が結構多かったんですね。それでも全然虫歯にはなりません。ただ、ステインがついちゃうんで、1日1回は歯磨き粉を使った歯ブラシをした方がいいと思います。で、ブラッシング効果が9で、歯磨き粉の効果が1だと私は考えてるんですけども、歯磨き粉はやっぱり重要なものです。で、その選択として今日は3選、ご勧めしたいと思います。1つ目のおすすめ歯磨き粉は、ベルテックのジェルコートコンクールです。これ2種類色違いありますけども、緑の方がフッ素入り、白い方がフッ素が入ってないものですね。フッ素入りの方はコーティング効果がありますので、虫歯予防の効果があるとされております。こちらの白い方はフッ素が入ってない。フッ素があると、インプラントに悪影響という学説がありますので、インプラント治療されている方は、この白い方がおすすめです。2つ目のおすすめ歯磨き粉は GC のルシェロです。これはホワイトニングに特化した歯磨き粉で、研磨剤もごく小さいもので、表面の着色を取って、ホワイトニングの効果を長持ちさせるという効果があります。うちの家族も使ってて、すごく評判がいいですね。3つ目のおすすめ歯磨き粉は、第一三共ヘルスケアのグリーンデンタルです。このグリーンデンタルはですね、思い出がありまして、私が歯科大生、学生だった頃ですね、20歳ぐらいの頃から約40年使っております。ちょっと最初使った時に味に癖があるんですけども、表面がこうキュッキュッとなる感じが好きでですね、ずっと40年間愛用しております。うちのスタッフはちょっと味が美味しくないということで評判悪いんですけども、まあ、お好みがありますけども、私はこれを一押しです。今回はおすすめ歯磨き粉3選を紹介させていただきました。最初にブラシの効果が9割で歯磨き粉が1割と言いましたけども、その1割もやっぱり選択するのは非常に重要です。どうせ使うんであれば納得いくものを使った方がいいと思いますので、今回の動画がお役に立てば幸いです。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いわき歯科医院院長岩城正明でした。また。